では県内の感染者の推移を見ていきます。この3月31日の200人をピークになだらかな減少のカーブを描いていましたが、1日20人前後、いわゆる下げ止まりの状態が続いていました。しかし今週に入って減少の傾向が顕著になっています。この月曜日は2人、そして火水木と9人、そして今日は8人ということです。5日連続で感染者の数が10人を下回ったのは2月の第2週以来ということで、4ヶ月ぶりのことなんです。次は1人の患者が何人に感染を広げるかを示す実効再生産数です。県内では9日の時点で 0.79、 1を下回っていますので、県内では感染は減少傾向にあるということです。